にちは。こんにちは。はい。春休みスペシャルでございます。はい。ね、今回は、東洋水産まるちゃんごつ盛りソース焼きそば。焼きそば大好きですね。はい。じゃあ、行きましょう。真似すればいいですよ。はい、オッケー、サース。はい。このギザギザから開けると開けやすい。回す。サース。そうすると混ぜやすいです。よし。全部出し切るの？全部出し切っちゃっていいです。ここにポイッチョ。慌てるとブチャってなっちゃうから。ゆっくりです。えい、そしたらそこ。たら混ぜましょう。お箸。混ぜるのめっちゃ下手なの。これ？いいっすね。結構うまくいったわ。こう斜めにすると下にソースが流れてくるんで、ソースが流れてくる方からどんどんソースを、ね、他のとこに回すんです。いいね。あとはもう混ざったは混ざってないは。自分が満足するかしないかだから、パパは全部均一にはしないです。前も言ったけど、味変楽しみ。はい、そしたらいよいよこれですわ。からしマヨネーズなんで入れるかどうか。はい、これいいんだよね。はい、からしマヨネーズなんで入れるかどうか、ちょっと待ってね、パパ舐めてみるわ一回。あ、いけそうな気がする。大丈夫。いいと思うよ。わかりました。じゃあ、はい、お任せします。これ混ぜるの？混ぜないです、パパは。はい、オッケー。はい、それじゃあ、はい、いただきます。はい、召し上がれ。あれ、言わないの？もう一口。まずは一口。なんか俺の方が詳しくなってきてる気がする。どうですか？もう。私はマヨネーズ。うまいっすか？いいっすね。私マヨネーズがいい。うん。パパの感じで言うと、ペーちゃん、そば弁当足してみればとかね。ペーちゃんは分かるけど、そば弁当分かんないんでさ。ああ、でも食べたじゃん。収録してないけど。ちょっと食べたよ。うん。あ、ポンで、ポン。うん。そば弁当、いけますか？うん、美味しいよ、これ。うん。返しマヨネーズ。うん、なかなか美味しいですね。なかなか美味しいですよ、これ。うまい、うまい。大丈夫です。うん。この商品のポイントやりますか？読めますか、これ。無理。この商品のポイント。なんていうのね。まずは。トゥルーデータ、年間売れ筋ランキング2022カップ麺で1位を獲得。はい。素晴らしいですね。あの、ドルが2位ですから、それを抜いての1位です。素晴らしい。はい、次。滑らかで弾力のある丸刃で切った麺。うん、素晴らしい。スープないですから、麺が美味しくなかったら焼きそば美味しくないね。はい、素晴らしい。はい、次。ウスター中の濃厚ソースをブレンドし、デーツ、リンゴ酢を加えた風味の良い焼きそばソース。どういうことだ。おしゃべりしながら、はい、怖いよ。怖いっすか、うん、でもこれやってれば漢字読めるようになるじゃないですか。わかんないですけど。続けてれば？うん、続けてる。いろんな漢字出てきます。前ね。麺が細めですね。細めですよね。ソースがマイルド。で、からしマヨネーズがちょっとだけピッとしますね。はい。からしマヨネーズうまい。うまいっすか。もう、これだったら、ちゃんもフルフルでいけると思う。はい。ちゃんも、フルフルあるんだっけ？うん。あるある。からしマヨ。ですか。ああ、はいはい。ちゃんはこれよりもうちょっとソースが濃いんですよね。うん。うん、美味しい、美味しい。これ。これだったら普段全然食べて大丈夫。うん。しかも安いですからね、ごつ盛りは。なんかさ、うん。ごつ盛りを2個買って、うん、カラスマヨネーズを全部1個のところに集中させてやるみたいな。うん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 。
いいと思います。うん、すごい、なんか美味しそう。で、これキューピーさんの辛子マヨネーズなんで、キューピーさんの辛子マヨネーズを別に買ってきて入れるっていうのがあり。はい。そうですね。そうそう。はい。あれ？例えば春休みらしいことなんかありますか？春休みらしいこと、春休みスペシャルです。まあまあまあ、旅行かな？うん。楽しかったですね。楽しかったです。はい。面白かったですね。面白かったね、うん。また行きたいですね。また行きたい。今度は夏休みですか？わかんないです。わかんないです。かな、多分。うん。わかんないですけど。でも、なんか、夏休みとかゴールデンウィーク高いって言ったらさ。うん、そうなんだ。特にゴールデンウィークは高いですね。もしかしたら、冬かもしれない。うん、あれ。冬休みも高いですか？休みは高いんです。うん、まあそうなんです。ただ、夏休みはずらせるんで。ああ、確かに。うん。お休みが長いじゃないですか。その中で前にしたり後ろにしたり真ん中にしたりずらせるから取りやすいといえば取りやすい。あんなにね、ああでも一緒かな、あのご飯の時の混み具合あの辺は一緒かもしれないです。めっちゃ並んだじゃないですか。あれは変わんないかもしれない。でちょっと話があるって言ったじゃないですか。今まで焼きそばシリーズ来てますけど、あなた突然豚骨に目覚めましたよね。はいはいはい。次、豚骨行ってみようかな。美味しいのから、皆さんに親しまれてるのから、いろいろあるんで、豚骨も。うん。どういうのがいいかなと、探り探り。次は豚骨にしようかな、思ってますね。豚骨ね、好きだから。うん。目覚めたんだよね。うん、そうです。そう。近所にあんだけいいお店があるとね、嬉しいですね、確かに。残りこれだけだ。いいっすよ、いいっすよ。ゆっくり食べて、いいっすよ、ゆっくり食べて。どこまでこれを食べるかでさ、784だっけ、うん、キロカロリーだっけ、うん、そんなに食べさせちゃまずいなっていうのがちょっとあるんですよ。あと一口二口。残りもらいます。ほら。うん。あ、音。これか。あ、先にでもあれですよ。食べちゃってから、うん、食べちゃってから残りもらえるんです。いや、いいっすよ、いいっすよ。ありがとう。パパが待ってるからでしょ。そうそうそう。なんて優しい子なんだ、君は。ありがとう、ありがとう。うん。優しい子に育ってくれて、パパ嬉しい。一緒に残りこれだけ食べやりましょう。あえて隠しておくっていう映らない、こっち側にあるってことね。はい。それでははっきりのから最後のむまではっきり喋りましょう。せーの、残りこれだけタイム。はい。それでは一気にいただきます。はーい。どうでしたか？マヨネーズがうまい。うちにあったら食べちゃうタイプですか？食べたい。ああ、素晴らしい。はい、よかったです。それでは今日は、東洋水産さんの、まるちゃんごつ盛りソース焼きそばでございました。また、今度は豚骨で。ちょっと選んでおきます、パパは。はい。ということで、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォローをお願いいたします。次は豚骨美味しく食べたいです。